ッシュストーリーモード、エピソードを選びましょう。みのりさん、どうかされたのですか？みのり、なんでもないよ。何も隠してなんかないもん。何を隠しているのでしょうか？なんでわかったの？一人でこっそりおやつを食べたとか？そうなの。こっそりおまんじゅうを食べちゃったんだ。さすがしきちゃんだな。いつもと反応が違うし。大丈夫だから、みのりのことは放っておいてほしいの。何が出るかなって現れたのはあやめです。皆さん、いきなりですけど私と PBS してください。大会に関係なく乗り込んできたのか、我らも。そんなつもりは。私、少しでも多く試合をしたいだけなんです。私、売り子ですっごく忙しいから、アスカ先輩たちの足を引っ張っちゃうかもしれなくて。だから。その気持ちはわからんでもないが、大会とは関係ない試合に付き合わされる身にもなれ。そんなこと言わずに協力してください。売り子の仕事が忙しいのは皆さんにも原因があるんですから。そうか、それは悪いことをしたな。いえいえ、商売繁盛なのは感謝感謝ですよ。話は分かりました。私たちと戦いたいというならお付き合いしましょう。ですが、手加減はしませんよ。望むところです。手加減されたら練習になりませんし。それじゃ、あやめ毎日飲んじゃいます。説明を聞いていなかったのか。
私、ノリミを大事にしてるんです。お友達は大丈夫かしら。ここまでの不幸です。これからもよろしくお願いしますね。